どうも、ねずっちです。去年夏のですね、台風の影響で、北海道産のジャガイモがね、不足して、いますね。これによってですね、ポテトチップの原材料確保が難しくなって、一部商品販売休止ということになっております。この販売休止によってですね、オークションサイトなんかでね、この休止になっている商品が、価格が高騰してるなんていうニュースやってましたけどね。まあポテトチップ好きな人多いですからね、今回の事態っていうのは言ってみたらね、都知事宝石に興味ないらしいぜ、参ったねっていうようなもんだね。どういうことかって、小池やかルビー参ったなってね。ねずっちです。こういんだけども、文字にするとおうまくできてんだってなると思う。